ユダ、ユマ、ヒューガ、はい、スマブラでドンキー使うやつ、大体うんこ臭いヤマト、カナタです。今日は何？今日は限界。あ、なんで？ミスター、今日は限界です。限界ね、うん、あることをしていまして、僕たちはまあちょっと限界を迎えてるよっていう。去年の10月ぐらいからね、ずっとハイペース、ずーっと最前線で頑張ってきてるわけじゃないですか。まあ結構寝ずにやってるよみたいなね。去年の10月から今日まででオフ何個あった？まあ本当に言ったら5とか6とかです。まあでもこれって俺らがやりたいからやってて、ね、別に頑張ってるからやりたいだろうとか、そういうことではないんですけど、まあ限界を迎えてるには限界を迎えてる。そうだね。誰が一番限界を迎えてるんだろう。まあ、ウリャホイは、昨日も僕、ウリャホイの家で編集一緒にしてましたけど、やっぱ平気で限界迎えた。ウリャホイなんかね、やっぱ限界迎えるとアンチ体質が出てきちゃいますから。俺今日アンチされたもん、ツイッターで。なんてアンチされたの？俺が醤油ラーメンが、この年になってすごいいいんだよねって話をしたら、子供の頃食べなかった醤油ラーメンに趣を感じてる渡辺くんが痛い、みたいなツイートされて。いやー、最近ですね。心に体がついてこないんですよ。心に、いや、本当にもう最近ユーモアひどい会話内容が、この間もさ、1000万人まで行ったらまあ終わりですかねみたいな感じなんですよ。1年持たないですね。で、ユータッポンも昨日終わる、うん、ギリスーツ僕寝ました。久々に自分の布団で寝た。自分の布団でいいよな。すごい、わかれば。でもなんか寝たら若干罪悪感あるな。んだろう、なんだろうね。まあしょうがないとも言ってらんないんですよ。まあなんでかっていうと、やっぱ毎日投稿してますしね、あんまりこうボコ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 こう投稿時間遅れることもできないと。おぴったりの企画を持ってきた。何？ということで本日の企画、限界疲労だった場合どこでも寝れる説。それはガチあるかもね。だってユータなんてグラウンドで寝てたし。まあ一応その時の映像ありますよ。あるの。ピッ。お前奇跡か。これマジびっくりでした、ね。こういうことになりうるわけだから、人は。ひっくり返ったと思った。めっちゃ起こしたのよ、俺。みんな待ってるから、ユータ起きないとと思って、ユータって言ったら、ユータ、死体袋の形で餃子みたいに出て。ああ、そうそうそう。ベンチコートね。このまま倒れた感じだった、ね。お昼休憩の後だったじゃない、うん、で、飯食って、みんなこの喋ってるから、うん、何しようと思って。ベンチコート着て外出て、ちょっと寝転がったら気持ちいいかもと思ってファッってやったら寝てた。記憶飛んだんだ。めっちゃ早まってたもん。やっぱね、みんなのその寝ていく様みたいなのがひどくなってってる。ユーマのあのバタン寝とかも。ユーマベッド前に立って。まあ移動車でもやっぱ結構みんなもう即、うん、そう、俺がこうバッて運転してるミラー見たら4体上向いてるから。後ろ見たら。ヤマトなんか一人になってヒューが眠かったら危ないと思って起きてんのよ、ヤマトも。あの時の寝落ちヤバかったよ、ヤマト。で、ヤマトって寝たら悪いって思うから、流してる音楽を歌うのよ、寝ながら。何見てきたの？で、見てて、俺もガッツリヤマト見ないから、あ、動いてるから、ヤマトが。で、普通に話しかけるの。え、この曲ヤバいわよ、みたいな。ファーシーみたいな感じで、なんだろうと思ったら、もう寝ながら歌いながらこうやって。俺なんか記憶ないもん、それ。そういう感じ。あ、いい、いみたいな。やばいやばいやばい。その、限界すら企画にしていこうというメンタル。うん、まあ本日、僕の家で寝るんですけど、いつもお泊まり企画だってさ、こう、布団をバーって引いてみんな寝るでしょ。うん、そういうことではない。うん、本日、結構ひどいんだけど。まず、布団。はいはい、はい。まあ普通ね。うん、で、次、座椅子。はい、ああ、まあ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 、倒し。ってじゃなくて、こう、うん、この状態。ああ、はいはい。続きまして、床。この勝手床です。ああ、え、枕は？え、枕なし。うわ、こう、うん、うわ、こっち腕朝起きたらなくなって、こう戻す時になるやん。そう。ユーマよくそこで寝てるから。寝てる。あ、俺、座椅子より床の方が好き。おお、やばい。で、続きまして、これ、オフ。お風呂、うん、水抜いたお風呂。水抜いたお風呂です。首とかクリーンになるわ。で、あと一つは。トイレです。トイレ。ちゃんと使おうぜ、全部。この疲労した状態だったらどこでも寝れるんじゃないかの限界を知りたい。今言った順番はこの一応レベル順ね。けどぶっちゃけガチ本当にきつい時って寝れるよ。トイレ寝れる、寝れるけど、これってさ、調査だったらさ、一番疲れてるやつがトイレなわけ。ウラホイはトイレだね。無理だ、本当にやめてくれ。そこは公表やぶるして。そりゃそうだな。なんで、まあボン君に30分ごと1時間ごとみたいな感じで、まあカメラを向けてもらって、ここは正直に寝てる寝てないっていうのはちょっと答えてもらって、寝てますかって言われて、こうやって聞くトイレで起きてますみたいなこと。そうそうそう。寝てたらガチで寝てていいから。まあ一旦ちょっと布団とか敷いて、まあどこで寝るかっていうのをちょっと決めていきたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあ布団引こう。会議だから。でも風呂とトイレに行くやつがいるんでしょ。これ多分。私彼氏としかして私か。わーいって。
中に出してやったぜ。お前が。え、待ってんの。待ってるもん。違う違う、ね、寝落ち。やめない、お前本当やね。あいつも首飛んでって。剣山食らってましたね。もうガチやるの。投げた人じゃもう決定権なし。おーわー、お前ずるい。お前そういう決まりも破っていくやん、リーダーの剣術。あ、じゃあもう行っちゃう。じゃあ決めようか。ちなみに床っていうのが、あの喫煙所のとこです。あ、全然大丈夫。まあ床がないの。ゆうまくんの特等席。ゆうまあそこでよく見てる。そう、起きてますかっていう声が隣に聞こえて起きちゃうから。あー、そっか。で、座椅子がそっち側、寝床ここで、まあお風呂、トイレで全部ね、5箇所に置かれてる。舐めすぎだろ。風呂が結構やばいと。最初に希望言おう。ここなし。あ、ここなし。ここは絶対みんなさ、ここなしだけ。ワイトイレ。トイレ。マジ？座れた方がいいよ。電車で寝るのがこう寝るの好きなんだよ。ああ、まあそれは分かる。俺床。俺も床。飛ばす？びっくりした。ちょっと飛ばされたね。俺座椅子。ああ、まあ俺も座椅子。行くか。行こう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、でも敵だからお前らまだ。でも敵だからお前らまだ。でも敵だからお前ら。いや、もう勝ち確でしょ。範囲はきついだけど、布団床材ですよ。勝ったー。寝て感じでお前やろ。泣いちゃってんじゃん。マジお願い。おお、お前風呂。いや、風呂無理。お前風呂。いや、風呂やだ。あ、これやばい。ほら、いじめちゃう。もう、もうなし。はい、行こう。じゃあ行こう。仕切り直して。次、もう一回やって、負けた場合はさ、もう一回使えるよ。いや、そんなんなしで、このまま行くよ。じゃあ、これで終わりね。いや、分かった。俺はいいよ、じゃあ。おい。じゃあ、その代わり泣きの一回使わせる。ええよ。よし。ダメダメダメ。あちゃあちゃあちゃ、俺もいいよ。お、いい。まあ多数決になっちゃったから。いや、最初あげ、じゃけ、はい。うわー、勝った。泣きの一回決めていい。いいわけねえ。いいわけねえだろ。泣きの一回。じゃあお前は無条件で2回帰ってくるんだよ。お前はお前はもう終わり。いや、それは変な話じゃん。マジマジ。そう、じゃあ2回負けてるもん、唯一。でも風呂場じゃん、そしたら。唯一。わかんないわかんない。いや、わかるよ。お前もう無理。はい、とりあえずヤマト。じゃあユーマ、これラストでいい？勝ってるけど、ユーマ1回負けてる。おー、外で寝ろ。もう勝てばいいんだけど。じゃあ2人の泣きの1回。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、みんなじゃんけん。人権なさすぎだろ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おまねー、マジで危ないよ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、天変地異やん。泣きの1回もねえのか。マジか。じゃあ先に決めちゃう、もう1。いや、布団取んないよ、最初の。YouTuber ですからね。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、マムギリ1は期待できるぞ。布団飛んなそう。布団は取っていいんだよ、あっちは普通に。アイアム YouTuber。 うん。お前キスしみすっぽいな。いやー、ちょっとこれを機に試して。お、どこで行けるのか。トイレか。いや、床はいつも寝てるから。風呂じゃね。風呂倒せって言ってませんが。バスすごいよ。いや、これまさかの1、2がバスルーム、トイレ行く可能性ある。全然ある。ここで布団っていう外しは全然やばい。めっちゃ滑るよ。クソ野郎です、そんなやつは。行くよ。トイレ！わーっしゃー！今の断末魔やばい。こっから試したいとか特にないからね。ヒューガー床で寝てるとこ見たことないから、床試したいよ。靴箱とか入れる。はい、はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、よっしゃー。いや、3番目布団は絶対選べないからな。これヤマトは何で。いや、浦田、こんなちゃんと寝られる機会全然ないぞ。俺様見限ってもらっちゃ困るぜ。やばいやばい。こんなんて言うわけないぜ。おお、床です。
流れができてます。うん、布団か座椅子でしょ。うん、俺布団にするわ。マジクソ。布団で寝る。おい、マジクソだ。いや、俺マジで寝るみたいな。あぶねー。俺座椅子なのか。じゃあせめて座椅子の角度を設定し。あ、おぉ、これでしょ。いや、それはきつい。先生、それでここだな。それだね。お前クリ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 。これえぐいじゃん。登るやつみたいじゃん。まあ5位だしね。全然のマイコンだから。おお、全部剣文書がやった。じゃあ2位。もうね。あ、じゃあ決まった。じゃあ順番にいってみよう。僕が座椅子。僕が布団屋さん。お前ね、愛の海の声やってるから。えらーちゃんもわかんねえ、レレちゃんもわかんのもマジ。僕が座椅子。僕がトイレ。僕が布団。僕が床。僕が風呂。俺すごいよね、順位とかも上に出したらやばいやばいやばい。やっぱノリってあるからね。じゃあ一回だけ寝っ転がって、そう、睡眠モードに入るのは平等にしね。で、もうみんながいい感じに温まったら、じゃあ各自寝ます。で、散らばれ。ええやん。俺の隣がいい人、ゆうたとゆうま。いいよ。ゆうたの隣がいい人は、あっちゃん。じゃあ、あっちゃん、そこ。俺、どこでもいい。あ、じゃあ、いいよ、俺の隣で。寂しいやつ。すげえ、囲まれる。何？ゆうた、手持ってきて。お前、今、ゆうま。あ、ガッチやめろ。はい、ガッチやめろ。大丈夫だよ。はみ出しとされて。あー！もう出さないのよ。もう出さないよ、お前。大丈夫だよ。もう行け。お前、お前。気持ちよかった。気持ちよかった。今行け、おいくんにしろ。もう気持ちやん、それは。こんなやろ。足弱いぞ。ま、ほんとにクソだからね。ゴミ会社ね、これ。何社員総出で貸してんの。てか、ちょ、一回じゃあ電気消す。ヤマト枕にしていい？社長泊。みんな枕にしたい、みんな枕にしたい。誰が社長泊やん。社長泊しよう。社長泊か、社長。お前顔で寝てる俺の。いや、めっちゃいい社長泊。全然いいよ。え、たまに社長泊させてよ。いや、入れなかったし。鍋とかしたくね、社長泊。社長の上で。こっちも寝ちゃダメ。ギリギリまで寝よう。俺バカ汗かいてるから風呂がいいな。え、みんなってシャワー先に浴びるタイプ、後に浴びるタイプ。俺絶対後なんだけど。浴びてから行く。え、俺先と後なんだ。俺まあ後も入るな。違う違う違う、女の子先に入れるから。あ、そういうこと。俺絶対先なんだけど。俺、あ、それ俺先入る。だってお金取られたら怖くない？そんなの先も一緒だろ。後も先も一緒やな。毛とかのことを考えな。あ、違う、普通に俺風呂場にお金持ってくもん。じゃあどっちでも一緒じゃねえかよ。結構すごかったな、あの日は。うわー、話してーわー。でも話しちゃダメって言われたからな。でも言いてーなー。これ話したら結構盛り上がるんだけどな。でも正味言っても大丈夫な気もするんよな。あー、相手も有名人やからな。これバレたらツイッター荒れるな。あっつ。めっちゃ汗かいてきて。ルあーでもあれもすげえ汗かいた、いっぱい。マジかと思ったもんな。話してんだけどな。ゆうまお前のせいなんで無視した方がいいから。ゆうま気になるべ、俺の最近のその事情みたいなの。はい、でも言えねえんだよな。じゃあ大丈夫です。でも話してえのよ。誰にも言わねえ約束できる？できます。お前できねえ。じゃあ大丈夫です。あー、さすがにグラドルだったんだよね。マジ？結構巨乳ちゃんな感じで、表裏ない感じでしたよ。表裏聞きたいべ。だからお前人に言うタイプだべや。そうだね。本当にできる？できます。じゃあ指切り現場して。指切り現場、嘘ついたら針専門の増した後に何をする？遊ぶチェス。いいリズムがなったな。
とニナに寄せれる。めっちゃいいな。じゃあ、アミリ投げるわ。じゃあ、アミリ話すね。この間さ、俺アップルパイ食べに行っててんか。覚えてる？俺のじいちゃんの友達は綿菓子屋さんやっててんか。ここによく来るグラビアアイドルのケイちゃんっていう子いて。うん。K は頭文字の次の文字の真ん中の文字の K ね。カシャムジだと分かっちゃうから。おうカシャムジ言ったら一発で分かるな。聞きたい？聞きたい。 M MK 宮坂コロト違う、ミスターマリックで、ミスターマリックがよく和菓子屋さんに来るやんか、うん、でその和菓子変えたるわ言うて変えたのがそのグラビアアイドルの子だったっていう話で、あと和菓子屋さんで和菓子ちょっと挟んだりしてバターサンドとか言ってましたね。おっぱいの間に挟んで挟んで、お前、行き党なのじゃん。やめて、行き党なのか。お前、じゃあおっぱいで挟んでとか言ってたやめて。お、やめて、こちょこちょしない。え、みんなさ、行っちゃうときどんぐらいビクつく？全然ビクつかないの。結構ビクつく。俺も割とビクつくな。僕もビクティニです。俺らはチビ。俺らはビクティニではね。お前だけビクティニなんだよ。え、なんかさ、ヒューがさ、あれみたい、なんかキャンプの時にさ、テント張る時に使うさ、俺喋ってんだよ。揺らすな。わかる？キャンプの時に使うあのでかい石みたいな。重りだろ。でも喋り方変だし、たまにファミマで会うんだよ。かけいし。でもみんな寝れる。俺結構でも俺の汗マジ。生きてみる。見して。お前さ飛んでたよ。お前さ俺が溝入りやすいタイプだったらどうしてたつもりの今の。行こうか。行こう。じゃあもうみんな各自の場所行って、うん、5分後スタートで。で、ポンちょっと回ってもらうわ。じゃあ企画開始で。はい。はい、まずは床ということで、何か意気込みはありますか？ないです。痰で死ぬことだけ心配なんですが、このまま目を閉じれば眠りにつけることでしょう。特に心配はないです。はい、じゃあおやすみなさい。はい、次はトイレです。何か意気込みはありますか？ないです。キーサーだろ。ちょっとヤバいかもしれない。狭い。これケツ痛すぎる。便座どうしたものか。これがベストや。あ、めっちゃ痛そうだ。これがベストやね。そうだ、うん、いけそう。あ、まあいけそう。はい、次はお風呂です。はい、何か意気込みはありますか？意気込みというか、これなんかワンルームもらった気持ちですね。あの完全に僕密閉されてて暗い部屋で寝れるって結構環境いいなと思ったの。にしては狭そうだけどな。まあだから床の足伸ばせないバージョン。はいはいはい。まあでも暗いところで寝れるならそれで OK でーす。わかりました。じゃあおやすみなさい。おやすみも。はい、何を捨てんの。次は布団です。何か意気込みはありますか？気合だけは入ってるで。めちゃめちゃ気合い入れてきたから。やめろケイスケ。気合いだけはバッチリ入れてきて、頭を常に冷やすことによって副交感神経冷やしたるで。あ、遅いやなケイスケ。やったるで。それはケイスケすぎる。ケイスケくんな。ヤマト、ほんまお前。ケイスケさ、正直俺にこうやって絡まって嬉しいやん。ケイスケくん言うてるやろ。ヤマト、やめろケイスケ。ヤマト、ヤマト、ケイスケ。てケイスケくんの登場多すぎるわ。レギュラーメンバーかケイスケくん。純レギュ顔やろ俺は。ケイスケ自分で言うなや。てケイスケくんの多いわお前。俺純レギュ顔だからそんな出すなやケイスケ。ヤンキー顔やろどう見てもケイスケくん。ヤンキー顔やないやろ。爬虫類顔やろ俺はケイスケ。カットで。今んとこはカットで。ほんまはヤマト、お前寝ろよ。おやすみケイスケ。おやすみヤマト。続きまして直角座椅子のヤマト君です。そうですね、まあ僕なんですけども、まあ、得意寝るのは。まあそうね、うん、スイッチっちゃえば早めに寝れる気がする。しこるっつね。俺の作戦しこることやからね。なんていうのかな、やっぱ結構ね、あの女性の方が見てるチャンネルっていう風に思ってるアンポンタンが多いようなんだけども、これ実はね男性視聴者の方が多いんだよね。これ 53% ぐらいは男なのかな。5000やないかい。そうでもね、女の子の方がやっぱ圧倒的に多いって思われてるこのチャンネル、うん、で下ネタを言うのはどうなんだみたいになってるかもしんないんだけど、やっぱり男の子も見てるから、女の子はちょっと恥ずかしい顔しながら見てほしい、うん、で男は大爆笑しながら見てほしい。以上以上、うん、まあ俺異常やねんけどな。
くたばれ。やめろケイスケ、俺のターンに入ってくんなやケイスケ。どの口が言ってんだよケイスケ。ケイスケ昔はみんなにケイちゃんって呼ばれてました。やめろゾロ、やめろゾロスケ。ゾロスケ、もう二度とバレンシアがイナンシアがしないからやな、あらへんねん。頑張ります、寝ますよ、はい、そんな感じで、はい、頑張ります、はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ひわくん、この後みんな編集あるんで、はい、起こしてもらってもいいですかね、みんなのこと。わかりました。僕電気つけて、カメラ結構寝れたな、俺も。もう嘘つけよ。じゃあ、ぜひ電気つけてもらっていいですか。今何してるの。こっちみんな。あ、起きた起きた起きた、危ねえ。はい、編集だからね、みんな起こさなきゃいけない、うん、山田くんが起こしてきたお、こいつ座椅子から外れてんじゃん。耳塞いで寝てるし、もう、ヒュがうるさくて。山田、迎えに参ったぞ。おはよう、おはよう、山田。お前を最後にすることなんてできないだろう。最後にしてほしいのか。わかりました、すいません。じゃ、怖いからマジ行こう。はい、流れるか、肘で作るかもさ。あ、限界裏。こんなことになってんの、つけていい。ウラヌンティウス、起きろ、編集だ。編集、眠り浅いな今から編集。いや、ウラヌンティウスはね、眠りやすい。寝ろす。ウラヌンティウス、寝れたのか。寝ちゃいました。よし。うん、今寝てたんで。うん、ウラヌンティウス、起床。起床。よし。佐藤二郎、お前こんなくせえとこで寝てたのか。よく寝れたか。よくは寝れてねえ。多少寝たか。なんかうとうとしてた。うとうとしてた。あ、いやいや、すいません。何こいつマジ。寝ちゃった今。眠くなっちゃった。寝ちゃった。アムさん起こそう。お父さん越せるかな。俺、お前、携帯してるのかよ。起きちゃった。アムさん起きちゃった、今、うるさくて、俺。
いや、アムさんね、寝れなかった。あ、寝れんかった。うん、寝心地はどうなの？いや、寝心地はいいのよ。ただ、俺が眠気なかったっていう。あー、なるほどね。うん、うん、おはよう。おはよう。どこでも寝るやん。もう、さ、社長がまだ起きてないから。そうなんだよ。社長、移動してる場合じゃないですよ、社長。社長、社長起きてください。社長、社長、社長。おお、落ちた、落ちた、落ちたか、落ちたか、落ちたか、ガンビラキス。落ちた、落ちた、落ちた。え、皆さんどうも、こんにちは。せーの、コムドットです。決まったね。始まりました。何ですか？次は何しようか。革命でも起こしますか。